つの地方の調査は無事終了。星のオーラもたっぷり手に入ったし、今度こそ峠の祠の扉も開くかな。この調子で喪失の呪いを解く方法を見つけ出そうね、隊長。よう、お前たちもう戻ってたのか。ヒュー君、バル君、おかえり。いや、君たち、メネト村の調査では世話になったね。ドゥラ院長は中かな。よう、お揃いじゃねえか。ああ、エッちゃんとナブおじさんだ。甘い。ちぇー、もふり失敗か。調査の疲れをプクゲのモフモフで癒したかったのに。やれやれ、そんなにしょぼくれんなよ、ポルテの嬢ちゃんよ。キヌ、なんて羨ましい。私だってあのふかふかの毛並みをまふってみたかったのに。何でもありません。私たちもただいま帰還いたしました。何やら外が賑やかだと思えば、皆さんお戻りのようですね。おや、南の地の調査へ向かったメレアーデ王女とジーガンフ殿は。私ならここよ。ジー君はアマラークの住民たちにフーラズーラとの戦い方を教えるためあっちに残るそうよ。ではこれで全員ですね。ゼニアス南、北、東の調査結果をお聞かせください。ゼニアス各地の住人たちはそれぞれに問題を抱えていたようですね。そして女神ゼネシアが言う通り、人々を助けるとその清風の結晶に星のオーラが宿ったと。うん、町の人たちを助けると隊長が持つ清風の結晶が青く輝いたんだ。すごくあったかくて綺麗だったよ。星のオーラってみんなの感謝の心から生まれるんじゃないかな。少なくとも隊長とポルテがあった例の女神ゼネシアってやつは嘘をついちゃいねえようだな。姉様は嘘はつかない。ラッキー、どうしてこの場所に。ラッキーは見ていた、お前たちが星のオーラを手に入れるのを。峠の祠へ来るといい、ゼネシア姉様がお前たちを待っている。待って、ラッキー、峠の祠へ行くなら私たちと一緒に。ゼニアス西部の調査担当はお前さんとポルテの嬢ちゃんだったはずだが、メレアーデ姫も参加らしいな。そのようですね。隊長、二人のことを頼みます。まあお前がついてりゃ心配はないと思うが、しっかりやれよポルテ。西部は禁足地とのこと、何が待ち受けているか分かりません。どうかお気をつけください。何かあったらすぐに知らせてくれ、僕たちが力になるよ。
よし隊長、峠の祠にゴーゴだ。その扉は力では開かない。じゃあ開け方教えてってば。姉様、連れてきました。その声はラキですね。遠方より来たりし客人としっかり仲良くなったのですね。私も嬉しく思いますよ。前から不思議な子だとは思ってたけど、女神様の弟だったなんて。姉様、この者たちは星のオーラを手に入れてくれました。今ならきっと。ええ、必ずや
成し遂げてくださると信じていました。彼方なる世界より来たりし制約の子らよ、どうかその力をお貸しください。姉様を封印から解き放ってほしい。お前たちにしかできないことだ。封印？今あなた方と言葉を交わしているこの姿は仮初めのもの。本当の私はこの扉の向こう、禁足地と呼ばれる地にて長き眠りについております。前にゼネシア様が言ってた古の戦いってやつのせいとか。まこと恐ろしき災いでした。我が父もあの戦いで。神なき世界がいかなるありさまになるかはゼニアスを旅したあなた方がご覧になった通り。制約の子らのもたらす光にて目覚めることができた今こそ、私はこの世界を救いたいのです。さあ、あなた方に授けた清風の結晶をこの扉へ。ほらほら隊長、清風の結晶だよ。ああ、懐かしき星のオーラの輝き、どれほどこの時を待ちわびたことか。時は来たれり。扉に清風の結晶をかざし、ゼニアスに光をもたらしたまえ。祠を抜けた先は禁足地ウォルド地方、その北にある大樹の鳥籠に私は封じられています。清風の結晶が導いてくれるでしょう。あなた方だけがゼニアスの希望、果ての大地、すべての民の者のため、どうか。なんて神々しい、あの方がこの世界の女神ゼネシア様なのね。ねえラッキー、大樹の鳥籠まで道案内を頼めないかしら。無理だ、封印の地大樹の鳥籠には絶対に近づくなとラッキーは父様からきつく命じられている。ゼネシア姉様を頼んだ。行っちゃった。とにかく次の目標はその大樹の鳥籠という場所のようね。まずは扉の向こうへ行ってみましょう。うん。
金足地、ウォルド地方はどんな土地なのかしら。ゼニアス西部の調査スタートだよ、隊長。木は生えてるけど、大樹の鳥かごって感じじゃないね。ここじゃないのかな。人が住んでいた形跡はあるけれど、あ、いたいた。隊長、あの子たちに道を聞いてみようよ。行こう。うん。Thank you.
おお、西風の結晶が光ったよ。女神様のお導きだね、隊長。ええ、この門の向こうに大樹の鳥籠があるに違いないわ。早速出発しましょう。待って、メレチ。町の外に出ちゃ危ないよ。あの狼がどこかで見張ってる。外に出たら襲われるかもしれない。この町に子供は私たちだけ。お父さんとお母さん、おじいちゃんと誰もいない町に閉じ込められてる。だから私たちずっと古い物語の本に出てくる外の世界に憧れてたんだ。お願い、ずっとこの町にいて。町の中にいれば狼は襲ってこない。私たちに外の世界のこと教えてよ。隊長、メレチー、この子たちどうしよっか。ごめんなさい、二人とも。私たちとても大事な用があるからどうしても旅立たなきゃいけないの。でも心配はいらないわ。うちの隊長は世界中の誰よりも強くて頼りになるの。狼だってへっちゃらよ。じゃあメレチ、私も連れてってくれる？ダメだよ、デニッサ。おじいちゃん足が悪いから私たちが薪を割ったり食事を運んだりしなきゃ。それにお母さんもお父さんも寂しがり屋だよ。あんたがいなくなったら毎日寂しくて泣いちゃうよ。そうだよね。ごめんね、ロイザ。私行かない。メレチ、また会いに来てね。いいのよ、気にしないで。約束するわ、大事な用事が終わったら必ずこの町へ戻ってくると。メレチーにこれあげる。綺麗な細工ね。あなたの宝物じゃないの？すごく昔におじいちゃんがくれたの。町の守護天使様の力が宿ったお守りなんだ。聖なる力で悪い奴から守ってくれるんだって。あの狼にも効くかもしれないよ。ありがとう。それじゃ少しの間だけ貸してもらうわね。絶対無事に戻ってきて返すから。ほんとメレチーっていいお姉ちゃんって感じだよね。ええ、そうかもね。さあ出発しましょう。北にあるという大樹の鳥籠へ。
隊長、あの上に。女神ゼネシア様だわ。制約の子らよ、どうか私をここから。ずいぶん苦しそう。早く封印から解き放ってあげなきゃ。でもあんな高いとこじゃどうしようもないよ。悪いんだ、ここは秘密の場所なのに。誰も来ちゃいけない場所にこっそり忍び込む悪い子には、あ、お仕置きしちまえよ。どうしてオイラが負けるんだ。なんだお前たち、制約の子だったのか。制約の子だっけ。女神様にもそう呼ばれたけど、どういう意味なんだろうね。ああ、幻ではないのですね。とうとうあなた方がここに。こんなにも晴れやかな気持ちになれたのは久方ぶりです。さあ、清風の結晶を、星のオーラを捧げてくださいませ。何万年もの間、この時を待ちわびていました。私を解き放ってくださったこと、
心より感謝します。ゼネシア様、ありがとう、優しい方。あなたはお二人の仲間でしたね。あ、この人はメレチーです。私と隊長と一緒に調査隊してるお姫様なんだ。まあ、メレチーですか。少々風変わりですが、とっても素敵なお名前なのですね。その、今のはポルテちゃんがつけてくれた私の愛称で、本当の名はメレアーデと申します。そうだな、女神ゼネシア様は、あ、姉様、まあ、これで決まり。私は姉様ですか。いい響き。可愛らしいお名前をありがとう、ポルテ。さすが女神様は心が広いわね。さあ、ゼニアスに生きる全てのもののため、この鳥かごを後にしましょう。あなた方と共に。あら、私たち部屋の中にいたはずなのに。バビューンって飛ぶの気持ちいい。ありがとう姉さま。大地に満ちるこの気配、数万年の眠りを経ても世界を蝕む呪いは未だ消え去らぬとは。ゼネシア様、その呪いというのはもしかして。ええ、あなた方の世界に広まりつつあるかの災いの源こそが、果ての大地ゼニアスを蝕む恐るべき呪い。喪失の呪いが消えぬ限り、ゼニアスもあなた方の世界も決して救われることはないでしょう。これは制約の子であるあなた方にしかできぬこと。ゼニアスに満ちる喪失の呪い、その源を断ち切ってくださいませ。聖子ゼニートより川沿いに遡り、西のウォルドの精錬を目指すのです。ゼニアスを守護する神として、長き眠りの果てにこの世界がいかなる姿となったのかを見定めねばなりません。我が民と大地の現状を確かめたなら、すぐに私もウォルドの精錬へ向かいましょう。メレチー、ポルテ、また後ほど。ウォルドの精錬って遠いのかな。もう私ヘトヘトだよ。隊長、今日は疲れたから聖子ゼニートで休んで、出発するのは明日にしようよ。そういえばデニッサとロイザに外の世界の話をしてあげる約束だったわね。
聖子ゼニートの南にある空き家なら自由に使っていいって言ってたわ。一旦町へ戻りましょう。うん。空いたでしょ。ごちそう作ってきてあげたよ。わあ、おいしそう。私たちのためにありがとう、ロイさん。ねえ、もう一人の子はどうしたの？ほらほら、妹の確かデニッサって女の子。ん？お姉ちゃん、何言ってんの？私は一人っ子だよ。デニッサなんて人、知らない？そうよ、ポルテちゃん。冗談はやめて。この町にいる子供はロイザだけじゃない。そうだったよね。ところで、私たちが出発してから何か変わったことなかった？みんなのことが気になって北の門に行ったんだ。そしたら、あの狼が目の前に現れて怖くて気絶しちゃった。あ、しばらくして目が覚めたら狼はいなくなってたんだけど、ほんと危ないところだったな。ごめんごめん、食事が冷めちゃうよね。町の外の話は後で聞かせて。どうぞゆっくり召し上がれ。つまり、このお守りをくれた子が大樹の鳥かごから戻ってくるまでの間に喪失してしまったというのね。うん、ロイザとデニッサは双子の女の子。最初に町に着いた時、メレチーはデニッサを狼から守ったんだよ。わからない。私の記憶にそんな女の子はいないの。でも、あなたたちが嘘をつくとは思えない。ごめんなさい、デニッサ。あなたのことを忘れてしまって。それにしても不思議ね。どうしてあなたとポルテちゃんだけが喪失した人のことを覚えていられるのかしら。
なんでだろうね。メレチーやロイザの方がデニッサとは仲が良かったはずなのに。何にせよ、例の狼が喪失の呪いに関わっている可能性が高そうね。でもさ、メレチー、あんなやつアストルティアにいなかったよ。同じ呪いなら元凶も同じはずじゃない？確かにそうよね。わからないことだらけで頭が痛くなってきたわ。とにかく明日は姉様が言ってたウォルドの精錬ってとこに行ってみよう。そしたら呪いの源もはっきりするよ。そうね、頑張りましょう。ポルテちゃん、隊長。よーし、腹が減っては戦はできぬって言うもんね。今夜はいっぱい食べてぐっすり休もう。明日も頑張ろうね、隊長。メルチ、すっごく綺麗な滝だね。姉様の話だとここに呪いの源があるらしいけど。ウォルドの精錬は聖なる地、立ち入ることは許さない。され、二度とこの滝に近づくな。ラッキー、どうしたの？そんなに怖い顔をして。ラキは普通だ。早く立ち去るといい。
女神ゼネシア様は呪いの源がここにあると言っていたわ。呪いを断たなければ世界は救われないと。ラッキー、あなたはアマラークの民を助けようとしていた。ゼニアスを愛しているのでしょ。どんな事情があるかは知らないけれど、お願い、どうか邪魔をしないで。私たち世界を救いたいの。あなたにとって大切な場所なのは分かったわ。呪いの源を断つまでだけでいい。どうか協力して。たとえ姉様の言いつけでも、ここだけは絶対にダメだ。どうして？仕方ない、ラキは役目を果たすだけ。私も一緒に戦わせて、隊長。ウォルドの精錬を守る、それがラキの役目。ラキ、お願い、分かって。乱暴はしたくないの。ラキ、お願いよ、ここを通して。ラキは命に代えても役目を果たす。あの子まだやる気だよ。おやめなさい、ラッキー。姉様。この方たちは私を封印から解き放ってくれた恩人。傷つけることは許しませんよ。でもラッキーは父様を守る、父様の言いつけだ。ラッキー、あなたは父の守護者であると同時に果ての大地ゼニアスの守護者なのです。大事を見失ってはいけません。喪失の呪いは悪しき者どもを退けた。もう何万年か待っていれば呪いは薄れて消え、ゼニアスは平和になる。その間、数えきれぬほどの命が喪失の呪いにより失われていくの、あなたは黙って見過ごすつもりですか。長きまどろみの中で私は儚き望みを抱いておりました。永劫にも思えるまどろみの間に喪失の呪いはこの地より消え果てるはず。眠りにつく前、父が私に約束してくれたように。
けれど、父の願いも虚しく、喪失の呪いは未だ消えず、異世界アストルティアにまで害を及ぼした。ラッキー、もはや我々だけの問題ではないのです。ゼニアスとアストルティア、二つの世界のため呪いの源を断つしか。ラキは許さない。みんなみんなこの地ありさえ。ずね、姉様。しばらくそこで頭を冷やしていなさい。ラキ、心配はいりません。あの子が落ち着いたらすぐに出してあげますから。姉様、また透き通ってるよ。大丈夫ですよ、ポルテ。木の中に扉が。私は少し休んでからすぐにあなた方を追いかけます。お行きなさい、ゼニスの風宮へ。ラキは大丈夫かしら。心配だわ。でもまずは呪いの源を見つけよう。Thank you.
大きな女神像って扉を開ける係だったんだ。おそらく呪いの源はこの奥に。気を引き締めていきましょう、みんな。この場所に喪失の呪いの源が。奥へ進んでみましょう。どうも、お邪魔してます。それにしても不気味な部屋ね。喪失の呪いの源はどこなのかしら。隊長、メルチ、あれ。なんて巨大な人間なの。それにこの霧は、あの巨神から湧き出している。消えちゃった。ねえ、喪失の呪いの源って。ゼニートに現れた狼だよ。主の眠りを妨げることは絶対に許さない。今はあの狼を止めましょう。
ゼニートを襲った狼に許さないわ。まさかあの狼。でもそんなことが。これでも食らいなさい。眠りを妨げる者を許さない。お前たちには指一本触れさせない。ラキは父様を守る。たとえこの命に変えても。私はあの男の子を助けなきゃ。でもあの子の名前が思い出せない。あの子、あの子って誰？いけない、ラキ。お父様から離れるのです。しても逃れられぬ呪いは今なおお父様の体より湧き出て世界を滅ぼそうとしている。自分一人残して世界の全てが消え去ることをどうしてお父様が望むでしょう。制約のこたるあなた方ならば呪いの源を断つこともできるやもとこの地へ導きましたが、喪失の呪いの前にはラキすらこのありさま、ひとたる身に太刀打ちできるはずもない。他の方法を探すしかないようですね。待ってラキ、まだ無理をしちゃダメよ。あの子がご迷惑をおかけしましたね。ラキは世界の創造主たる我が父の神獣、主に忠義を尽くすあまりその言いつけを絶対と思い込んでいるだけで悪い子ではないのですよ。この地底に眠る巨人こそが喪失の呪いの源、そして我らが父なる神グランゼニス、我が父の生み出せし喪失の呪いこそが
ゼニアスとアストルティアを蝕む全ての元凶なのです。父はこの地底に自らを封じ込めることで何万年もかけて呪いを鎮めようと試みましたが、失敗に終わったようですね。あの今の神様の名前ってアストルティアの人間の神と同じでは？あなた方の世界のことは存じませんが、この世界ゼニアスにおけるグランゼニスは万物の創造神、我が父にして我らすべての父、一なる神主神グランゼニスによってゼニアスは創生されました。そして私ゼネシアと妹のルティアナは主神グランゼニスの娘たる女神。女神ルティアナ？それってしばらく前に亡くなられたアストルティアの創造主様だよね。ルティアナが、あの子が死んだと。そうですか。私が長き眠りについている間に妹はもう気が遠くなるほど昔、果ての大地ゼニアスを自悪と燃焼体という恐ろしい生命体が襲いました。激しい戦いの末、敗北を予感したお父様はか弱き妹ルティアナとこの世界の生き物をゼニアスの外へと逃がしたのです。ルティアナを送り出した後、私は父を助けジアクトと戦いましたが力及ばず敗れた。父はジアクトから私を守るためこの身を大樹の鳥籠に封じ、最後の手段を選びました。それこそが喪失の呪い。呪いに触れた者すべてを消し去る諸刃の剣を振るい、父グランゼニスはジアクトを滅ぼそうとした。二つの世界を蝕む喪失の呪いはかつてこの世界を守らんがため放たれたものだったのですよ。ジアクト燃焼体は喪失の呪いに侵され逃げ去りましたが、呪いは父の体を蝕み消えなかった。そのためお父様はこの地下神殿深くに斧神を封じ、時が呪いを消し去ると信じて長き眠りについたのです。されど数万年の時を経ても呪いは消え去らず、それどころか逃げ延びたジアクトが喪失の呪いをアストルティアにもたらすとは。とこしえのゆりかごで生まれた厄災はやがてこの世界にも手を伸ばす。すべてを滅びで覆い尽くすだろう。父は私にこう言いました。妹ルティアナが帰還せしとき、いまだ呪いが消えておらぬならば斧が見事断ち切れと。ですが当吉にてルティアナは生きたい、私一人では呪いに立ち向かえない、もはや打つ手は。
ルティアナの頃よ。よく卒生に寄せへ帰りきた。お前たちに伝えねばならぬ誓約を果たすのだ。二つの光、世界を。お父様、お父様、私です。ゼネシアは目覚めました。どうか今一度お言葉を。お父様、父はとうに呪いに飲み込まれ、助けることはできぬと諦めていましたが、誓約の子らを認め、こうして呼びかけた。希望は残されていたのですね。あなた方と目覚めし父が開口を果たせば、光明がもたらされるかもしれません。私はそれにかけてみたい。誓約の子、いえ、ルティアナの子らよ。どうかゼニアスのため力を。あっ、いけない。この神殿は喪失の呪いが最も強い場所。一旦外へ出るとしましょう。お父様が眠る祭壇の間の扉は閉ざしておきました。これ以上喪失の呪いが漏れ出さないように、ここウォルドの精錬も聖子ゼニートも、私が眠りにつく前は多くの人々でにぎわう栄えた場所でした。ラキが喪失の呪いから人々を守るため力を振るっていてくれたようですが、それでも多くの命が失われてしまった。これ以上一人の命とて失いたくない。それが私の願いです。ラキの気配は神殿内にはありません。どこか遠い場所で身を休めているのでしょう。ゼニアスの民を助けてくださったこと、そして私に新たな希望を与えてくださったことに感謝いたします。父と私は長き眠りの中で再びこの世界に妹ルティアナの子らが帰還するその日を待っておりました。故にこの世界ゼニアスはトコシエのゆりかごという二つ名で呼ばれているのですよ。か弱き妹が成長し、その子らと共に帰還する頃には喪失の呪いや自悪とによる襲撃の心配はなかろう。父たる主神グランゼニスはそう考えていたようですが、まさかルティアナがすでに。ええ、感じます。あなた方は確かにルティアナの子ら。あの子の優しさ、あの子の心の強さ、
そしてあの子の愛らしさはルティアナが作り出したる新しき命、あなた方にはっきりと宿っている。私は二つの世界と愛する父とを救わねばなりません。それこそが死せるルティアナがあなた方制約の子らに託した最後の願いのはずなのですから。今はまだ封印から解き放たれたばかりで力も戻りきらぬ私ですが、必ず父を目覚めさせる方法を見つけます。その時はどうか私に手を貸してくださいませ。その答えを待ってました。アストルティアとゼニアスのために、姉様と一緒に頑張ろう。ええ、当家の調査隊の力で主神グランゼニス様を目覚めさせて二つの世界を救いましょう。ありがとうですが、申し訳ありません。しばし休ませてください。お父様、目覚めさせる方法突き止めたらすぐに呼びかけます。またお会いしましょう。いろんなことが一度に起きすぎて、なんだか夢でも見ていた気分だわ。姉様がラキの姉様の上に女神ルティアナ様の姉様だったなんてびっくりだよね、隊長。しかもゼニアスがあの伝説のトコシエのゆりかごだったなんてね。お師匠様に聞いた話とはちょっと違ったけど。喪失の呪いがジアクトから世界を守るためのものだったこと、呪いの源が世界の創造神だということ、何もかも今すぐには飲み込めそうにないけれど、私たちでできることをやるしかないわね。まずは始まりの地に戻って調査隊のみんなに報告しましょう。すべての始まりたる場所、果ての大地ゼニアス。いにしえの神々が交わせし制約は、アストルティアに新たなる種をまく。芽吹くは花か、それとも